なでしこリーグの強豪が来シーズンのさらなる勝利を誓いました。今日は愛知県瀬戸市の瀬戸川河川敷で女子サッカーの朝日インテックラブリッジ名古屋の選手らが花と緑のまちづくりの活動に参加し、水仙の球根を植えました。選手らが植えた球根の数はチームの今シーズンの勝利数12に合わせて12ケース。選手らは来年はもっと多くの花を植えたいと活躍を誓っていました。